こんにちは、AWBM 事務局の牧村と申します。今日はですね、ビデオをご覧の皆さんに、この AWBM 第1期がですね、終わったんですけども、私今まで事務局としてですね、ずっと三宅さんをサポートしてきたんですが、本当にですね、 AWBM 塾の1期の皆さんがどんな実績を残しているのかっていうのをですね、皆さん疑っていらっしゃる方も中にはいらっしゃるんじゃないかと思いまして、私本当はですね、表に出てくるのは恥ずかしかったんですけども、今回ですね、三宅先生に少しでもお役に立てるかなと思いまして、今日は、塾生の方をですね、お二人呼びまして、今日はいろいろとですね、細かいところまでインタビューをさせていただければと思います。赤裸々なですね、内容が出てくるかと思いますので、ぜひ皆さんのですね、この塾に入るのかどうかというところも含めてですね、ご判断の材料にしていただければと思います。では今日ですね、よろしくお願いします。今日はですね、奥さんですね、はい、塾生のお一人でいらっしゃいます、はい、奥さんをお呼びしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、奥さん、自己紹介をですね、ちょっとさせていただければなと思うんですけども、はい、新宿の方で、法人メインで、はい、メインの税理士事務所を経営してます。はい、税理士事務所を経営してらっしゃるんですね。はい、税理士事務所を経営して何年ぐらいになりますか？約10年ですね。10年です。あ、もう10年とかいうことですね。あ、じゃあ今まではこういったネットでの集客っていうのはおやりになってらっしゃったんですか？一応ですね、ホームページっていうのは、はい、他の税理士事務所と同じような感じで作ってあったんですけども、はい、もちろん、はい、それはもうほとんどアクセスが、月で100ぐらいですかね、はい、そんなぐらいしかないような感じだったので、そこからの集客もほとんどもちろん、うん、なかったですね。はい、それでじゃあ今回三宅先生の、この塾に入っていただいたわけなんですけども、どういったきっかけで入られたんですか？それは、無料動画でしたね、初めのきっかけは、はい、5回連続の無料動画で、それを、見ているうちにやっぱり広告宣伝費0円で、しかも自分の知識になって、はい、一生使えるということで、それで募集があった時にもすぐ申し込みましたね。何かそのもうすぐに申し込みされたっていうことなんですけど、はい、迷った点とかってありました？迷った点、はい、やっぱネットから申し込んで数十万円っていうのはなかなか、その点でしたね。あ、なるほど、それでどういった内容のものが学べるのか、やっぱその料金に見合うものがあるのかどうかってことは初めはやっぱり不安です。なるほどね。はい、それでじゃあ実際にこの講座参加していただいたわけなんですけども、三宅先生の印象って最初どうでした？最初ですか、はい、クールな感じでしたね。あ、そうですか。クールで、理系っていう感じでしたね。はいはい、今どんな感じですか？今は、親しくなったっていうのももちろんあると思うんですけども、よく話もされるし、冗談も言われるし、はい、初めの印象とはもう結構ガラッと変わりました。あ、はい、あ、そうですね、冗談言いますね。冗談結構、ね、はい、はい、親父逆的なものですね。そうですね。そこはそのギャップがね、なかなかいいかなって、はい、僕も事務局やってながら思いました。はい、それでじゃあ実際に受けていくにあたって、今回そのホームページでの、その集客が全然できてないだとか、はい、アクセスが全然ないっていうような課題もあったと思うんですけど、はい、そういったものっていうのはどんなふうに解決されたんですかね？アクセスがないっていうのは、この AWBM 塾の三宅先生の、教えていることを忠実にやっていけば、別に一連と、はい、アクセスはどんどん増えていくとは思いますね。あ、なるほど。実際実績ってどんな感じですか？もう一度ね、昨年の12月で一旦本講座終わったわけなんですけども、はい、それからっていうのは、奥さんの方は結構ね、いろいろとアクセスがあるっていうのは聞いてたんですけども、今現在どうなってらっしゃるかっていうのを教えていただきたいんですが、今現在先ほど確認した数字ですけども、はいはい、直近1ヶ月で3万8000円、ね。ちょっとすみません、3万8000円ですか？そうなんですか。しかも、
税理士事務所で12月ぐらいから忙しいので5月ぐらいまで、はいはい、昨年の最後に更新したのが11月の終わりぐらいなんですけど、そこからちょっと更新していないような状況でも、まあ、今までの記事で3万8000ぐらいありますね。3万8000ですか。あのこのビデオのですね、皆さんですね、あの三宅先生最初に AWBM 塾をやられた時に、あの彼は三宅先生のブログでは1万3000アクセスがありますよっていうふうにおっしゃってたんですね。それで12月の段階でもう僕を超えましたっていうふうに言ってたんですけど、まさかねそこまでいってるっていうのはね、僕も今聞いてすごくびっくりしたんですけど、まあ、ちょっとあの季節的な要因とかももちろん、はい、あの税務申告の、はい、ね、あの需要がある季節っていうのもあるとは思うんですけども、はい、あのもしよろしければそのアナリティクスの画面とかって見せていただくこと可能ですか。あ、もちろん見せてもいいんですけど、はい、今見れますか、はい、あ、いいですか、ちょっと準備していただいても。3万8000ってすごいですね。僕もあの昔企業のですね、ホームページの管理者っていうのをやってたんですけども、そこ の, そのある程度400人ぐらいですね、従業員がいて、ある程度大きな会社であの PPC 広告なんかもいっぱいやってたんですけども、そこで10万アクセスだったんですね。そこのホームページ自体が1000ページ以上超えてるっていうようなところだったんですけども、そこで3万8000ですか。はい、はい、じゃあちょっと見えますかね。はい、ありがとうございます。本当に3万アクセスありますね。ちょっとまあ最近記事更新してないので、この右肩下がりにちょっとアクセスがなっているんですけども、はい、実際記事って何記事ぐらいになりますか。18ですね。18記事で3万アクセスしかないんですけども、更新が最近あんまりされてないので。なるほど、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、それまあ、これが一つの塾の成果だっていうことなんですけど、はい、あのじゃあ塾これ受けられてみて、あの満足度ってどんな感じですか。例えば10点満点で、10点満点で、はい、すると8ぐらいですかね。8ぐらいですか、はい、あ、じゃあ後の2っていうとどんな課題とか持ってらっしゃるんですか。アクセス数は、はい、どんどん上がるんですけども、はい、あとは集客の方ですね、うんうんうん、まあ、これも本来この塾の宿題とか、はい、あの三宅先生が言ってること全部やれてれば、はい、うん、そのある程度集客に結びつけることができるのかもしれないですけども、うんうん、ちょっとなんせあの仕事が途中から忙しくなっちゃって、うんうん、その全部課題をやりきれてないというか、メールマガジンとかも出せてないので、はい、うん、あと無料オファーですか、そういったものも作れてない、うんうん、そういったことを解決していけば、はい、集客につながるのかなという感じもしてますけど、ね、ああ、じゃあまだ伸びしろはいっぱいあるっていう感じですね。そうですね、あの、まだやってないことはいっぱいあります、はい、あの、うんうん、やんなきゃなとは思います、うん、まあ、あとはただ一通りもう知識は全部入ってるわけですから、はい、あとはじゃあ実際にそれを課題を少しずつ、そうですね、時間がちょっとできてきたら、はい、うん、やりたいと思います。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、あのそれで、この今いろんな方がご覧になっていらっしゃると思うんですけども、もし奥さんがその AWBM 塾をですね、あのおすすめするとしたら、どんな方にこれ来てくると、あのもう一番そのコストパフォーマンスがいいというふうに感じられますか。そうですね、やっぱり中小零細企業でしょうね、あと今から独立を、うんうん、独立企業を考えてらっしゃる方、はい、そういうことはやっぱ資金力もないので、うん、広告宣伝費にすごいお金をかけるわけにはいかないと思うんですね、うんうんうん、そういった場合に、時間と、はい、労力がいりますけども、うん、で、広告宣伝費一応ゼロで、うん、自分の知識と能力だけでできるということでは、うん、すごいいいと思いますね、そういった、うん、あの人たちには、はい、あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます。最後にですね、あのこの奥さん、この今回 AWBM 塾に入っていなかったらどうなっていたかということと、じゃ今後ですね、どんなふうなあの、まあ、ビジョンも含めてですね、どんなふうになっていくかっていうのをちょっとお聞かせ願えるとありがたいんですが、はい、
この塾に参加しなかったら、まあ、僕は今までネットによる集客ってほとんどやっぱ考えてなかったので、はい、この塾に来てちゃんとそういう方法もあるんだなってことを学んだので、うんうんうん、今後はやっぱりそのネットからの集客も視野に入れて、事業を拡大していきたいなとは思いますね。はい、ありがとうございます。本当は今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。